区の人、地域、世代をつなぐ区民による魅力発信ウェブマガジン、つなごう品川。今回ご紹介するのは、お囃子の笛と太鼓で戸越の街を彩るこちらのお二人、関川治さんと芹田絹江さんです。まあ、今から33年前ぐらいに城南型という神輿の組み立て方に変えまして、それはあの大拍子という太鼓をですねつけて、それの調子で神輿を担ぐ、それが第一歩ですね。でその後に、まあ、元気もつけるためにお囃子もやろうと、まあ、師匠の土屋さんと、私たちの子供たちと数名で最初のお囃子を立ち上げまして活動を始めてきました。もともと鹿島神社の宮本会という会がありまして、そこに鴨川さんたちもいらして、そこから教えてもらうということで、鴨川さんにはこちらまで戸越まで来て教えていただきました。紙に書いた、言葉の伝承なんですけど、もう点つく点点つく点というような、それを聞いて覚えるという形でやっております。結婚して20年くらいになるんですけれども、こちらに来て神社のお祭りでお囃子をやってるのを見て、笛吹いてみたいなと思ったのがきっかけです。おみこしを担ぐのはちょっと抵抗があって、お囃子とかをやって、まあ、地元の方とかとも一緒に交流できたらいいなっていう気持ちもありました。実家は田舎の方なので都会っていうイメージあったんですけど、まあ、割と下町風な感じであったかいっていう感じがありました。私の実家の方はおみこしとかはなくて、でこちらは町会ごとにたくさんこうおみこしが回っているので、すごいなと思いました。最初セリタさんは、あやちゃんを連れて、練習に来たんだよね。まだ、はい、まあ、最初は太鼓をやってたんだけど、まあ、笛をやりだしたら、急速にだ、今うちの笛のをやるのに、セリタさんがいないとすごい成長が早かったよね。家で練習はしました、うんうん、そもそも音が出なくて、出ないことには指をいくら覚えてもしょうがないって言われて一生懸命練習しました。だけどそれも才能だ。私なんかやっぱ出ないもん、ね、なかなか。お囃子聞いてる人はたくさんいるので、やっぱ小さい子たちも見てるんで、まあ入ってくれれば一番いいんだけど、そこでもうちょっとアピールしていきたいですね。今まで、何十年で、会長やってきたんで、もっと若手の会長はこれからどんどん前に出ていろんなことやってもらえればと思って、会長交代したんですよね。どう会長になってみてお囃子をちょっと楽しめたらいいなと思って入っただけなのに、なんか年数を重ねて会長にもなってしまって、まあ、よそからお嫁に来たものなのに地元にもなんかだいぶ溶け込んだなっていう感じがあります。よかったねよかったね。戸越八幡神社の参道を歩く二人からは、まるでお囃子の音色が聞こえてくるようでした。次の品川区民は豊町6丁目睦会会長の柴田さんです。よろしくお願いします。